そう、アーカイブ残しました。ちゃんと押したんで、私埋めてくださいアーカイブは残すつもりはなかったんですけど、トッポです、トッポ。カメレオンみたいな、トカゲみたいな、そんな感じの食べ方やった。今こっちのまつげはいい感じやな、めっちゃ。こっち、ヤッホー、こんにちは皆さん。昨日は昼夜公演ありがとうございました。昼夜はやっぱり首が筋肉痛になりますね。そう、ここほくろあります。ちなみにここの目の上もあるんですよね。チョコだけ残す食べ方出た。周りだけ食べて、難しいですよね。クセの MC 面白かったよ。本当に無意識でなんかあれを見て、なんか乗ってて見て、あ、言ってたんやって気づきました。それまでほんまに言ってないと思ってた。人間ね、ないですよやめてください。本当にジョン、いや分からん、どこにあるか分からんけど、本当顔ぐらいしかあんまない。無意識って怖いよね。恐怖映像やと思ったもん昨日の DMM みたいな、めっちゃ。ゆきのちゃんもめっちゃ言ってるよね。あ、マジですか？ゆきのも言ってるんや。全然そこまでなんか詳しく聞いたことはないんで、あんまわかんないんですけど。ねえ、ログインしないとあかん、また。めっちゃこれめんどくさいわ。メールアドレスとか覚えてないもん、パスワードとか。見れへんくなって、見てなって、テレビで流してなさすぎて。あ、やば、音鳴る、音鳴る、ストップ。よし、セーフ。メイクできてますよ。最近疲れてるわ、マジ。どうしたんですか芋けんぺではないですね。コシリンは気づいてたね。そうなんですか。あの配信の時にね言ってましたね。年ごとに変わりじっちゃうのくせ。え、前何でした？あんま覚えてないや。どこ見てるん？テレビでちょっとDMM 探そうと思ってたんですけど、探してあったんですけど、ログイン、ログアウトされてて見てなさすぎて。黒豚まんも美味しいですよね。そう、携帯では見れるんでいつも見てるんですけど、昨日何時ね、え、あんま覚えてないかもけど、お風呂にめっちゃ、なんか気づいたらお風呂2時間ぐらい入っててずっと使ってたんですよ。そう、2時間ぐらい。えぐいですよね。水持って行ってたんで全然死ななかったんですけど、本当に危ないんで気をつけてください皆さん。疲れとる方法はマジ寝ること、寝ることと、あと好きなことをする。
ほんまにあのお仕事とか絶対縛られると思うんですよ。ってだから好きなことをする、休みの日とかは好きなことをする。ジオンやったらカラオケ行くとか、カラオケめっちゃ好きなんですよ。ストレス発散にもなりますよ。うんこね、パフォーマンスで感動するのはじっちゃんしかいないと最近気づいた。めっちゃ優しいやん、ありがとうございます、嬉しい。そう、今かられいこさんの、ね、卒業公演ですね。悲しい。え、マジ手ふやけすぎてた。もう手にあのさ、指のこの辺にさシュワーってなるやつあるやん、あれマジで。そう、2時間入ってました、お風呂。全然余裕でした。まだ抜けんとこうか迷ったんですけど、さすがにもう寝ようと思ってとりあえず上がりました。全然一人でカラオケ行きます、楽しいですよ。一人やったら自分の好きな曲を何回でも歌えたり、そのタイミングとかで歌えたりするからマジでいい。あとはでもトゥインクルでカラオケ行こうっていう話をしてたので今度行きます。楽しみすぎる。そう、バッカン油なんて読むんかあんま分からんけど、そう、入浴剤をね昨日入れたんですけど、あれめっちゃいい、匂いが最高すぎた。ストレス社会つらすぎ、めっちゃ病んでるやん。好きなことしすぎて怒られてる、マジ怒られてるんですか。ジオン、ここ最近のパフォーマンス100点超えて150点満点まであるわ、マジ。なんかツイートもしてくれてた、嬉しいなと思いながら見てました、ありがとう。これからも頑張ります。ベースレベル高いってことで OK ですか、ありがとうございます、ね、スマホ持って入る派、余裕で余裕で、なんかほんま急いどう時とかやったら時間ないみたいな時はほんまにもっと入らず普通に入ってマジ15分とかで余裕で上がれるんですけど、本当に何もない日とかはマジでもっと入って2時間とかは余裕で。ハートの脱ゲームのジオンの首振りめっちゃ好き、カリンさんにも昨日のダンス先生にもダンスの先生にも言われました。めっちゃ鼻声なんやけど、なんか今びっくりした、全然もっと多分戻ったけど。最近のおすすめの歌は、え、なんやろ、けどジオンが聴く歌って多分本当皆さんと違うと思うんですよ。そう、ジオンが好きな曲調はなんか重点 OK とかドライブで聴くやつがいいみたいな感じ。お、なんかトワヤ、え、トワヤあー、ありがとう、ケタケタさん、けたパワーありがとう。待って、紙持ってくるな、よいしょ、ちょっと待っててください、やば、足座りすぎてて足が痛いよ、カイロが落ちた、よいしょ。え、ほんまに筋肉痛なんやけど、お腹が筋肉痛なんと足が筋肉痛なんと首が筋肉痛。うわー、めっちゃ揺れた、めっちゃ揺れた。おなじみのウィッシュのやつで吹きます。
タさんタワーありがとう。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、めっちゃありがとうございます。カラオケの部屋にカメラあるん分からへん、どうなる、あるんじゃないけど、普通にあんま知らんけど、トゥインクルでもほぼジオン歌ってそう、え、みんな、え、けどアンジュちゃんとか絶対いっぱい歌うと思いますよ、行ったことないけど、一緒に一緒に行ったことはないけど歌いそう。ホノピーはどうなるの、師範の後継者、後継者になれるように頑張ります。しゅんちゃんこんにちは、20日の公演東京から見に行きます、うちはペンライト持っていくの、うわ嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、東京から遠いのにわざわざありがとうございます、楽しみに待ってます、うん逆楽しみにしててください、見つけますね。じゅんちゃんあんま可愛い系の曲聴かなそう、え、なんか友達となんか曲の話とかするんですよ、なんかめっちゃ仲いい子いて、なんかけど本当に私たち合わないみたいな、え、マジジョンら合わへんくないって、え、曲どういう系が好き、え、なんかジョンはドライブ系とかそっち系が好きなんけどって、あ、マジ私聴かないみたいな、アイドル系とか聴くみたいな言われて、全然聴かへんわジョンっていうので、めっちゃその会話最近しましたね化粧バッチリメイクだね、さっきのメイク配信しててメイクしました、そんなんしてくれるんや、すごい、ありがとうございましたわ。昨日の公演ありがとうございました、こちらこそありがとうございます、また来てくださいぜひ。ほのぴーギャグ言うてそう、えー、カラオケでもやば、どみんながどういう曲の系統聞くのかが分からへんから、ドライブ系、え、なんかなんやろ、え、普通になんかノリノリな曲が好きですね私は。あのジョンの好きな曲とか、なんか最近ハマってる曲とかは、あのあれルームスの方に載せてるので、ぜひそっちをね見ていただけたら最近の情報がわかると思うんですけど、そう鼻かゆすぎる、え、ほんまや5時からや、うわほんまや、待ってジオン何時に始めたこの配信、終わらないと見ないとあかん、5時からってこと忘れてた、そうや1時間半早いって思ってて、そうやった、ちょっと15分経ったらすぐ終わりますね。ネーム B のこと知らない友達に写真見せたらジオンちゃんが一番綺麗で言ってた、え、嬉しい、ありがとうございます、その友達にも言っとってください、嬉しいって、ありがとうって、あと1、2分で、お、マジ？じゃあランキングをね読んでいきたいと思います、いきます。13位深夜ありがとうございます、12位玉ねぎ、玉ねぎマークの方ありがとうございます、11位逃亡者 K さんありがとうございます、10位ケイタンさんありがとうございます、9位ルパンありがとうございます、8位カニさんありがとうございます、7位カルちゃんありがとうございます、6位レイレイさんありがとうございます、5位ヨジさんありがとうございます、4位サリとモジャモジャさんありがとうございます、3位ヤスさんありがとうございます、2位フクちゃんありがとうございます、そして第1位はジャカ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 じゃん、ケタさんありがとうございます、ケタさんはタワーもありがとうございました、ちょっとあの粘着やったからさ取ったらくるくるになっちゃったけど、ありがとうございました皆さん。ということでね、れいこさんの卒業公演なので今日はもう始まってるっぽいので、皆さんでお見送りしましょう一緒に。では皆さんありがとうございました、たくさん配信ありがとう、バイバイ。